スコット基地はニュージーランドの南極観測基地。南極点からおよそ1 3 0 0トルのロス島に所在する。基地名はロバート・スコットから命名された。新緑色をしたスコット基地。スコット基地1953年にニュージーランド南極協会がニュージーランド政府に対し基地の建設を提言。1956年から 基地建設が開始され1957年1月20日に公式開館した。基地設計はニュージーランドローム開発省のフランク・ポンダー建築市長。当初はイギリスが主導する英国連邦横断南極調査を支援する目的で設立されたが、1956年から1959年の国際地球観測年プロジェクトにも参画。 アメリカ合衆国のマクマード基地と共同で、ビクトリアランド、ハレット・岬の調査を行った。テトアゲプロジェクトは1958年に終了したが、ニュージーランド政府は科学研究調査を目的に基地の存続を決定。当初は短期観測基地として建設されたため、1976年に基地の建て替えを行った。 2005年に2階建てのヒラリーフィールドセンターが完成し、基地面積が1800平方メートルに大幅拡張した。センター名はニュージーランドの登山家、エドモンド・ヒラリーから命名され、開館時にはヒラリーも基地を訪問している。2007年に基地開館50周年記念式典を挙行。現在は1996年7月1日に設立された。 王立行政庁、アンタークティカニュージーランドに運営されている。ありがとうございます。